太郎くんはね、3年前に来たセイコーマート成田さんまでやってきました。ここは北海道の登別の駅のそばにありますセイコーマート成田さんです。でここはね、イートインはないんですけども、ホットシェフがあります。それからね、ここのお店の方が、この間ね、本太郎くん、文次郎くんのチャンネルを見てね、コメントをしていただきました。もうね、かなり前の話でもう忘れているかもしれませんけども、こちら我々ね、本太郎くんでやってきた時にカツ丼のね、ハーフがあったということで、非常に私ども驚きました。関東ではね、ハーフというものは、ホットシェフのね、ハーフというのはないんですけども、こちらのね、北海道本場にはね、ハーフがあったり、おかずだけというね、商品もあったりです。今こちらではね、車がちょうど届きましたので、このね、お店の門構えをちょっと撮らせていただきます。前にもね、話したんですけども、セイコーマート成田さん、ここは関東ではありません。どうしてもね、成田というと千葉県のね、成田を思い出してしまいます。ここはホットシェフもあります。ちゃんとね、マスクもしているせいちゃんがあります。ではね、もう一度あの感動ということで、もしかしたらカツオのね、ハーフがあるかもしれませんので、まだお昼を食べていない我々は、もしあればハーフを買っていきたいと思います。またね、関東には常時置いていないカツゲンもあるかもしれませんので、ちょっと見てみましょう。ここからはね、文次郎くんが今日セイコーマート成田さんでね、何を買ったかご紹介します。懐かしいですね、このベンチ。3年前も確かこのベンチでホットシェフを食べました。今日はね、何を買ったかというと、こちらのね、本場のといいますか、関東でもね、飲める北海道豊富飲むヨーグルトいちご、それからね、もう最近カルシウム不足で爪がパリ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 割れてしまうので、爪切りをね、買いました。あと北海道のね、セコマートオリジナルのミルクキャンディー、ちょっと喉がね、船乾燥してるもんですから、ゴロゴロ行ってるもんですから、こちらでね、喉を少し休めたいと思っています。それからいよいよね、真打ち登場です。実はね、ハーフカツ丼だったんですけども、今日はハーフ豚丼が売っていましたので買いました。懐かしいですね、この小さな容器、そこに入っている豚丼。この間はね、カツ丼でしたけども、本当にね、半分しか入っていません。ただ、前もね、お話をしたんですけども、値段的にはね、325円ということで、豚丼が500ちょっとですから、ちょっとね、割高になってますけども、ハーフということでね、ちょうど、我々には小腹が空いた時にいいのかなと思っています。ではこちらを食べてね、ビバイの方にね、行きたいと思っています。今ね、モンタロ君とモンジョロ君はハーフのね、豚丼を食べ終わりました。簡単ではございますが、セイコーマート成田さんのね、ご紹介をしていきたいと思います。セイコーマート成田さんは登別の駅から約ね、300メートルか400メートルのところにあります。駐車場は7台くらいは止められるような形になっています。ホットシェフがあって、イートインコーナーはありません。私どもがね、よく見る街中のね、セイコーマートです。関東にはね、このようなタイプが、埼玉県にはあまり見かけないんですけども、こじんまりとしたね、セイコーマートになっています。駅前なのでね、
こちら非常に歩いてくるにはね便利です。私どもねここに来た時に本当にびっくりしました。フォトショップのねハーフがあるなんてこと初めてこちらで知ることができて、とても感動した思い出があります。その思いをね再びということでこちらの方にやってきました。またこちらのねお店の方もモンタロ君モンジロ君の動画を見てねコメントいただきました。本日はねその方がいらっしゃらないみたいなので、モンタロ君が東京からね持ってきたお土産を店員の方に託してですね、今日はこれで帰ることにします。では皆さん次のセイコーマートでお会いしましょう。牛乳、食パン、ヨーグルト、カツ丼、おにぎり、フライドチキン、アイス、大福、デザートたくさん、ワイン